スーパーハイデッカーのエアロクイーンとハイデッカーのエアロエース。かつては2階建てのエアロキングもあった。なお本校ではエアロエース以前の三菱不装の大型観光バス MS 系の略歴及びその前身である三菱大型観光バスシリーズについても 記述する。1962年登場。MR、MAR 系などに搭載される直列6気筒の 6DB1 とモジュラー設計の V 型8気筒エンジン 8DB1 を搭載し、高速バス、観光バス向けに発売された。1967年、高速輸送時代の到来に合わせて新たに開発した、ショートストロークの 90V 型ディーゼル。 DC 系エンジンとともに MR、MAR の観光用と MAR820 の後継者として発売されたのが新系列の B8、B9 シリーズ。V 型8気筒 8DC2 エンジン11.2メートル尺の B905N 型1形式のみでスタートし、後年12メートル車や 8DC2 エンジン搭載車、8DC4 エンジン搭載車、12DC2 エンジンを 搭載した国鉄向けの専用モデルなどが追加されて、一大ファミリーを形成した。B800 シリーズには、V 型6気筒エンジンを搭載した観光モデルや、路線モデルも存在した。路線モデルについては、エアロスターの項目を参照されたい。なお、B8、B9K でも、標準の観光ボディの他に、路線バス用のボディを仮装したモデルも、 阪急バスや日本交通などで見られた。三菱自動車工業製の新設計のボディは次に、シルス MS、MS512、513系から採用されるが、両備えバスはこれに先駆けて、B905 に新設計の標準ボディを仮装した。また、B9 系の特殊形式としてフレーム付け構造の B915、があるが、バス用としては、 東京特殊車体が車体を仮想しハトバスが導入した B915N があるのみである。国鉄専用形式 KMS504R 東日本旅客鉄道関東自動車事業部、東京営業所所属透明ハイウェイバス専用車両1974年、国鉄透明、名神ハイウェイバス向け特注モデルの B906R 型の後継として、 m s 5 0 4 9型が登場。重量軽減のためエンジンを自然吸気 V 型重気筒の1 0 DC6 に変更した。1979年には排出ガス規制に対応した KMS504R 型となり、1982年まで製造が続いた。ボディは引き続き、富士重工 R13 型を仮装しており、 B906R との外観上の区別は、ウィンカーや電気ホーンの配置など軽微なものにとどまった。1976年、前述の B806K と B900 シリーズを統合する形で発売。エンジンはいずれも、直噴式の 8DC4 を B806K に代わる MS512K に、 8DC8 を B900 シリーズを受け継ぐ MS513K にそれぞれ搭載。ボディは K11 型を継承。1977年には MS513N 型、513R 型に三菱事項純正の B35 型ボディを仮装したフルデッカーパノラマデッカーなどの高床モデルが追加され上級仕様として人気を博した。 このシリーズでも、阪急バスや日本交通では、MS512M、512N 型をベースに、後乗り、全振りの路線用ボディを仮装した車両が存在した。阪急バスの場合は、六甲、有馬地区の路線で運用されていた。MS512、513K の54年、排出ガス規制対応モデルで、1980年に登場した。 MS613K のエンジンは、QMS512K と同じ 8DC8 型で、あるが、排ガス、騒音対策から、定格回転数が引き下げられ、最高出力も 275PS となった。また、MS615K には 8DC9 型エンジンが、搭載された。フルデッカー仕様も引き続き生産されたが、 溶接組み立てリベットレス構造のボディを仮装したフルデッカ2モデルが主力となっていった。後に、クレハ事故から登場するサンシャインデッカーモデルはこのフルデッカ2のデザインを発展させたものと言われる。初代エアロバスハイデッカ PMS725SAKJR バス、関東初代エアロバスの運転席奥道後温泉観光バス。 サンシャインデッカステップアップルーフ社初代エアロバスは1979年、当時の三菱事故、名古屋自動車製作所で開発、設計が始められ、1982年11月15日に発売された。車体は、イタリア人デザイナー、アルド・セッサーノが基本デザインを手掛け、モノコックボディとスケルトンボディの長所を組み合わせた、独自の広法。 スーパーコンプストラクチャーによって組み立てられたもので、その秀逸なスタイリングが、全国のバス事業者に注目された。国産観光バス初の前輪独立喧嘩採用、8DC 旧型高出力エンジンの搭載など、性能面での評価も高く、前輪後ろから車高を高めた、スーパーハイデッカーのスーパーエアロアイ、シンクレハ自動車工業製ボディを仮装した、 低運転台モデルのスーパーハイデッカーエアロクイーン系エアロキングとシャーシを共通化した三軸スーパーハイデッカーのエアロクイーン2階建てのエアロキングなどの派生モデルも含め6年間でおよそ7000台という大型バスとしては驚異的な売り上げを記録したまたシンクレ派生ボディのハイデッカー車も存在しこちらはサンシャインデッカーと呼ばれる ただし、運転席周りの機器類は、先代の MS6K のものを踏襲していた。また、シンクレ発生ボディで、西日本車体工業、C2 型に類似した、ステップアップルーフのサンシャインレッカーも存在した。1984年に、昭和60年騒音規制への適合を中心とした、マイナーチェンジが行われ、運転席周りの機器類が、同年にデビューした。 エアロスターと同等のものに変更された。1985年には、エアロバスをベースに、車両全体にわたり、車高を高めた、スーパーエアロ2、フロントガラスを2分割し2階建て風低運転台の、エアロクイーン系、3軸のエアロクイーンが追加された。1988年に再度マイナーチェンジが、行われ、フロントバンパー変更とトランクの大型化が行われた。 スーパーハイデッカーでは、スーパーエアロの後継者として 8DC11 型エンジンやフルオートエアコンが搭載されたエアロクイン M が追加され、三軸車はエアロクイン W になった。同時にエアロバスにも 8DC11 型が設定されたが、生産台数は少ない。そしてハイデッカー車にもエアロクイン M と同じフロント部分を持つものが登場し、 こちらは、エアロバスハイデッカー M と呼ばれる。シンクレ派製ボディのハイデッカー車も1988年に、ボディを全面的に変更し、エアロバス K となったが、中型車エアロミディと共通のイメージを持つスタイルが、好まれなかったのか、特定の事業者に偏る傾向があり、あまり普及しなかった。1989年には、低運転台スーパーハイデッカーの、 エアロクインメガボルトも追加されている。1990年のマイナーチェンジでは、ハイデッカー社のエンジンが335馬力の8、DC10 型エンジンに変更された。エアロクイン M は、大型ヘッドライトの周囲に施された特徴的な、処理から、パンダイアロの異名を取った。エアロクイン M は、当時のバブル景気による、高級観光バス需要の高まりや、相次ぐ、 長距離高速バス路線の解説などを追い風に大ヒットモデルとなった。また、このマイナーチェンジでは、室内の内装が茶色系から灰色系へと変更されるとともに、フロントバンパーの形状も一部変更された。また、従来型のエアロバスにエアロクイーン W、シンクレ派生ボディのエアロクイーン K、エアロキングも引き続き小変更を行いラインナップされている。 エアロバス、スーパーエアロ PMS713、715、715、改め、725、729系、エアロクイーン系 PMS725、エスカイテンバス1982年秋、不走ブランド誕生50周年にあたり、それまでの MS613、615系を、フルモデルチェンジ、新たに、エアロバスと命名。 三菱不走のバスは、マイクロバスのローザを除き順次、エアロシリーズで統一されることになり、その第一弾であった。昭和58年排出ガス規制に、いち早く適合した。三菱自効製のハイデッカ、ー、スタンダードデッカーが標準であるが、シンクレハ製のサンシャインデッカーエアロキング類似の車体を、仮装した、エアロクイーン系、改造扱いで前輪後ろから車高を高めた。 スーパーエアロアイ、段差のない屋根で、エアロクイーン W の原型となる、スーパーエアロ2も用意された。日本交通のスーパーエアロ2は、運転席、客ドア上部が、エアロバス同様傾斜した形で導入されている。エンジンはいずれも KMS613、615、K から引き継ぎ。 パワーアップした 8DC8 と 8DC9 を搭載、さらに高出力を求めるユーザーに向けてターボチャージャー付きも加えられた。スーパーエアロ2は初期の夜行高速バスでも採用されている。なお1988年のマイナーチェンジで ABS が搭載されるようになり、そしてスタンダードデッカの 8DC8 型エンジン搭載車は 形式が MS715 改めと改造扱いに変更しそしてフルエアブレーキ車は形式名の末尾に A が加わる。UMS716 改め、716、726、7 2 9系エアロバスハイデッカ MU、MS729S アカンバス平成元年ハイガス規制に伴い、1990年にマイナーチェンジ。スタイルは、 ほとんど PMS713、715、725、729系と同一であるが、バンパー形式や内装が全4形式の後期型と同一になった。エンジンは MS716 改めは 8DC9 のままで、あるが MS716、726は 8DC10 に変更された。1992年に一部改良を実施し、 ABS が標準装備になった。MS729 はエアロクイーンと同じエンジンをエアロバスのシャシーに搭載した競馬力仕様のモデルで生産台数は少なくまとまった台数を導入したのは東京空港交通 JR 東海バスと航空観光、傍聴交通程度である。最後の国鉄専用形式 PMS735SA 国鉄専用形式 PMS735SAJR バス関東1984年から86年まで国鉄透明、名神ハイウェイバス向けに16台が製造された特注モデル。ターボ付き 8DC 旧型エンジンやフルエアブレーキの搭載、富士重工業製ボディの採用などが大きな特徴。国鉄最後の特注車であると同時に 最初の高床路戦車でもあった。2000年に全敗。エアロクイン W エアロクイン WPMU525TA カイジェンルバス関東 PMU525TA u m、UM、U525TA 1985年10月、2階建て、バスエアロキングにやや遅れて追加された後に軸、スーパーハイデッカー。 スーパーエアロ2とほぼ同様の車体で仮想重量に余裕があることからハイグレード仕様の観光バスに導入されたほか国鉄バスドリーム号にも採用されたしかし車体を全面的に刷新したエアロクイン M の登場後エアロクイン W としての販売台数はかなり減少しているなお他社が2階建てバス製造を中止した後もエアロキングのベース車として シャーシ形式そのものは存続されていたため、シャーシ形式で見た、販売台数はさほど落ちていない。エアロクイーン K と同等の車体を仮装した車両が2台、エアロクイーン M と同等の車体を仮装した車両が1台、存在する。エアロクイーン M、メガボルトエアロクインメガボルト UMS729S 北海道ミントバス PMS729S。 UMS729S1988 年エアロバスシリーズの追加モデルとして発売。折しも高速バスの開業ブームハイグレード観光需要ブームと重なったため、それまで三菱不走車の導入実績がなかった会社も含めて非常に多くの会社で導入され、生産終了までに800台近い台数が販売された。この形式には、 改造扱いでシンクレハボディのエアロクイーン系も存在する。1989年フロントガラスが分割された低運転台仕様としてエアロクインメガボルトも登場したがこちらは高速バス車両としての採用はほとんどなかったため販売台数は多くない。ギフバスや両備えバスなどでは観光用として導入した後に高速バス用に転用された車両がある。 また、小型トラックとの衝突事故で乗務員が死亡する事故が発生し、低運転台仕様の安全性に問題を投げかけたモデルでもあった。西日本車体工業製の車体を仮装した車両は、九州のバス事業者や阪急バスを中心に多数存在する。西日本車体工業製の車体を仮装した MS725S には、 車体の前後を切り詰め S 尺でありながら全長11.5メートルの車両が多数存在した。改造車扱いで主に同社の S 型車体仮装車である。富士重工業製の車体を仮装した車両も国鉄バス発注の車両をはじめとして数社が導入しているが西高車体と比べて少数派である。2代目エアロバスの運転席。 エアロクイーン3の客室中扉、床下トイレ装備車1992年10月には、エアロバスシリーズの観光、高速系のみが、フルモデルチェンジが実施され、2代目エアロバスが登場した。2代目エアロバスから自社製車体とシンクレ派製車体の設計が統一された。スーパーハイデッカ仕様には、フロント一枚ガラスのエアロクイーンアイト、 旧エアロクインメガボルトエアロクイン K に代わる低運転台仕様のエアロクイーン2の2モデルが設定され、さらに翌年には床下運転台構造として客室前方視界を拡大したエアロクイーン3が追加された。初代の流れを組みながらも社内デザイナーが手掛け、当時のトレンドであったオーガニックエアロフォルムに一新して発売された2代目エアロバスシリーズは 全シリーズに共通して以下のような特徴を持つ。ボディスタイル初代では三菱自項製とシンクレハ製で別々のスタイルであったが、二代目は三菱自項翌1993年にシンクレハを完全子会社化した三菱自動車バス製造性は共通化され製造工場が異なるだけとなった。また初代では 途中から追加された通称パンダマスクと標準の2種類があったが、2台目はすべて共通のフロントマスクになった。フロントガラスはいち早く2枚ガラスをやめ、1枚ガラスのみが用意された。全消灯は、角形2灯に変わって、プロジェクターヘッドランプを採用した。シャーシマイナスサスペンションは、フロントは、ダブルウィッシュボーンの独立喧嘩式と、 車軸喧嘩式の2種類。リアは、初代のリファイン版に加えて、前後車軸の重量配分を最適化した上級車種には、ラテラルロッドを追加した4リンク式を採用。また4輪電子制御サスペンションを、初めて採用することで乗り心地を向上させている。なお、スーパーハイデッカおよびハイデッカ車は、全長は変わらないもののホイールベースが3 5 0ト、mm、ル 短縮された。さらに、低出力車以外では、パワータードブレーキや、ホイールパーク式、サイドブレーキが、標準装備となった。1995年2000年2005年には、排出ガス規制強化に伴うマイナーチェンジが施され、特に2005年10月実施のマイナーチェンジでは、搭載エンジンが、従来の V 型8気筒自然吸気エンジンから、 大型トラックのスーパーグレートに採用されている直列6気筒インタークーラーターボエンジンに換装され、それに伴いリアオーバーハングの延長とホイールベースの短縮が行われたほか、2006年1月実施の10日期保安基準改正に対応するため、リアコンビネーションランプの位置変更等大規模なマイナーチェンジが行われた。また、この間の1998年には、 大型バス生産が MBM に一本化されているが、優美なイメージを持つ基本デザインは変化しておらず、15年間にわたり、多数の国内バス事業者からの支持を獲得し続けた。なお、エアロクイン3は2005年のマイナーチェンジ時に製造を中止している。UMS821、826、815、K、エアロクイン 2UMS821。 ピーチバ交通1992年にフルモデルチェンジ MS8 シリーズとなる。登場時のキャッチコピーはバスルネッサンス。8DC9 を搭載した標準床前輪車軸喧嘩タイプの MS815、8DC10 を搭載する MS826、8M20 から1を搭載する MS821 の3種類が存在する。なお、 MS826 及び MS815 には長弱者及び短弱車の両方が存在するが MS821 にはハイデッカ、スーパーハイデッカともに長弱車しか存在しないエアロクイーン2でエアロクイーン3と同等の車体を仮装した車両が1台存在する KCMS822、829、815 K a クイン3 k c MS-822P 開館な中間工1995年に強化された排出ガス規制に対応するためマイナーチェンジ 8DC-9 を搭載した標準床車軸喧嘩タイプの MS-8158DC-11 を搭載する MS-8298M-21 を搭載する MS-822 の3種類が 存在する。U- 車と同様 MS815 の超短弱車及び MS829 にも超短弱車の両方のモデルが存在するが MS822 にはハイデッカスーパーハイデッカともに超弱車しか存在しない。北海道バスに MS829 のエアログイーンアイが存在する。なお、この台をもって 富士重工業製のボディ仮装が中止された。U マイナス車との識別点は、運転席空気圧系高圧側のレッドゾーンの有無で、あるのと、フロントバンパーの形状の違いである。エアロクイン IKCMS822、ピーアカンバス1997年にはハンドルを、衝撃吸収系の形状とするものに変更され、 翌1998年には MBM への製造を一本化とともに運転席のランプ類が LED 式となった。また変速機の作動音も若干変化した。さらに1999年には平成10年騒音規制に対応させるために一部改良を実施。ヘッドライトがディスチャージヘッドランプに変更されマフラーの位置が右側になっている。 静岡県警察の警察音楽隊に、イノマット2のクラッチ制御を採用した数少ない、イノマットを装備した、エアロクイーンが存在した。キロリットル MS86M、85KK、エアロバスキロリットル MS86MS MS、東急バス 8M21 から3型エンジン2000年に、強化された排出ガスに対応するため、マイナーチェンジ。 キロリットル MS86M85KK となる。外観は前代とほとんど変化はない。なお、この台のモデルから全車ヘッドランプにプロジェクター式を採用。形式には搭載機関が 8DC11 の MS85K8M21 から1を搭載する MS86M8M21 から3。 を搭載する MS86MP の3種類が存在する。なお、この形式よりエンジン出力はネット出力となっているほか、全車フルエアブレーキホイールパーク式、サイドブレーキとなっている。ミッションはフィンガーコントロール式 6MT が標準となっているが、エアロバスおよびエアロクイン I ではロッド式も設定されていた。U マイナス車、KC マイナス車と 同様、8M21 から 1.8DC11、機関搭載車には、長弱車及び短弱車の両方が存在するが、8M21 から3機関搭載車には、ハイデッカスーパーハイデッカともに、長弱車しか存在しない。本形式より、ハンドルには、SRS エアバッグが、標準装備された、新設計のものとなっている。さらに、ホイールパーク式。 サイドブレーキ動作音が、KC- 車とは、若干異なっている。PJMS-86JP、エアロバスエアポートライナー PJMS-86JP ことでん、バス2005年、平成十六年新短期排出ガス規制に、適合させマイナーチェンジ。エンジン搭載の関係で、ホイールベースが、さらに短縮されて六千百五十ミリメートル六千ミリメートルに、 なり、リアオーバーハングが延長となった。それまでは2種類の車体長を持つモデルが設定されていたが、この台で12メートル級の PJMS86、JP 型に一本化され、11.2メートル級モデルや、前輪車軸喧嘩の設定はなくなった。また、スタンダードデッカの設定もなくなった。一方で、従来は特注仕様だった直結エアコン、大容量。 床下トランク装備モデルがエアロバスに標準設定された。エンジンは初代エアロバス以来の V 型8気筒から直列6気筒インタークーラーターボ搭載のタイプに変更され 6M70 型と 6M70 型の2機種に整理された。出力では旧来の V 型8気筒に比べわずかに劣るものの低回転機のトルクの向上で総合的には ドライバビリティは向上しており、燃費も約15%向上し、静粛性も格段に向上した。また、車体関連では、平成18年投下機保安基準適合のため、後部投下機器の配置変更や、サイドリフレクターの追加が行われ、制動等が従来の位置とリアバンパーの間に設置された。なおこのモデルから、西日本車体工業へのシャーシ供給は、 取りやめとなったほか、ミッションもフィンガーコントロール式のみとなり、ロッド式は廃止された。このモデルは、ライバル社の日のセレガ、イスズガーラが、フルモデルチェンジしたことや、リコール隠し問題の影響もあり、販売台数が以前よりも減少している。三菱不走の純正ボディは、前期の通り、三菱事故と、 MBMMFBM が担当するが、西日本鉄道をはじめ九州、中国、関西地方では、西日本車体工業による仮装が多く見られる。1992年10月、純正ボディと同時期にフルモデルチェンジした、ネオロイヤル C、SD 型のほか比較的運行距離の短い中距離都市間路線には、S 型も仮装された。特に、 C、SD 型はスペースをなるべく広く取る工夫がなされて、おり、夜行都市間高速バス用としては最適である。SD 型のうち SD2 型は三菱不走、専用で、高出力な MS729S の、後継モデルである UMS821P、KCMS822P、キロリットル MS86MP と組み合わされる。なお、 九州内の昼、雪長距離都市間路線用には、ハイデッカーにセグメントされる SDI 型が採用された。ちなみに、西高仮装車には ECS を省略した車両が多数存在する。富士重工業生はすでに少数派であったが、1998年には、日野自動車とともに、バス車体の仮装は中止された。 西構成についても2005年秋以降は同社へのシャーシ供給を停止しており、これまで SD2 ボディを採用してきた西日本鉄道や阪急バスにも純正ボディの夜行バスが採用されるようになった。2002年以降、三菱不装トラックバスでのリコール隠し問題が相次いで発覚したことから各地でエアロバスの新規導入。 更新を手控える事業者が後を絶たなかった。例えば系列に不創系ディーラーを持ち、昭和40年代以降一貫して、バス車両を三菱時制に統一していた名鉄バスや丘、電バスなどでも日野自動車のセレガを導入するなど、当面の動向が懸念された。1999年にホイールハブ破損により、タイヤ脱落事故を起こした。 中国 JR バスでも三菱自行製の車両を多数導入してきたが2004年8月以降の新車はイスズ自動車製のみを採用しているその後ここ数年の逆境で落ち込んだシェアがかつての水準にまで回復しており明るい兆しが見え始めたしかしイスズ日野が2005年9月に大型観光バスをフルモデルチェンジしてセレガ ガーラとして発売させたり、西高生車体の日産ディーゼルスペースアローは、トルコン式6速 AT のみに絞り込まれたのに対し、エアロバスの2005年10月12日の改良では、フルモデルチェンジも新長期規制への対応もなく、新短期規制適合活調、低 PM 排出ディーゼル車認定精度75%低減レベルに、止まった。メーカー側は、 中身の充実に重きを置いたと説明している。マイナーチェンジに止めた理由は一連のリコール問題に起因する開発の停滞と誤解されるが、実際は排出ガス規制適合は継続生産者の場合、適合期限が新規車種とは違うためである。新長期規制への対応は、口述の2007年の UD トラックスとの業務提携。 バス事業の総合 OEM 供給が行われる車種からとなった。エアロエースエアポートライナー BKGMS96JP 東京空港交通エアロクイーン運転席エアロクイーン車内2007年6月15年ぶりにフルモデルチェンジを実施し3代目エアロシリーズが発表された。ハイデッカーは従来のエアロバスからエアロエースへと名称が変更された。 スーパーハイデッカーにおいては従来と同じエアロクイーンの名称が継続して使用されている。エンジンは先代 p j m s 8 6 j p 系で採用された 6M70 がキャリーオーバーされているが、コモンレール噴射方式、高精度クールド EGR の高効率化技術が採用されるなど、エンジン本体に大幅な改良が加えられた。また排気後処理装置として、 尿素 SCR システムを採用されることになった。この尿素 SCR システムは、日産ディーゼルとの業務提携により、同社より供給が行われ、スペースウィング、スペースアローなどと同一のコンポーネントとなっている。尿素水の消費量は、燃料の3%と見積もられている。これら総合的なエンジンの改良により、新長期規制に適合したのはもちろんだが、 省燃費性能や経済性、さらには動力性能も先代モデルよりも一層向上した。さらにドライブトレインにもタイヤの扁平、小景化、また低回転域のトルク増大に伴う最終減速比の変更が行われ、これにより静粛性も先代モデルより一層向上した。車体や内装は次の4つのコンセプトを元にしている。前行は サブエンジン冷房車の場合、エアロクイーンは3.52メートル、エアロエースは3.26メートルである。直結冷房は、エアロエースにオプション設定されているが、エアロクイーンでは、全高の増大を避けるため設定がない。サブエンジン式冷房は、三菱重工業製が、標準、電装製はオプション。直結式は、電装製のみ。なお、 初代エアロバス以来のスケルトンとモノコックの複合構造だったボデー構造はエボバスとの技術交流も活かされ今回から核交換材を全面に使用したオールスケルトン構造になりフロントリアパネルには FRP をサイドのロアパネルラゲッジリッドはアルミ製となっているドライバーズシートも本モデルから2代目エアロバスに標準装備されていた サスペンションシートが廃止され、固定シートのみとなった。ワンマン運行も想定して、インパネにはサンディンオーディオを装備できるスペースが用意、されている。乗降扉は2021年に、オリドモデルが発売されるまでは、全車外開きのプラグドアのみとなっていた。また、この車両は、日産ディーゼル工業に、OEM 供給され、スーパーハイデッカーが、スペースウィング A、 ハイデッカーが、スペースアロウェイとして発売される。2007年10月、エアロクイーン、エアロエースともにグッドデザイン賞を受賞した。エアロエースハイウェイライナー BKGMS96JPJR バステック2007年8月29日に発売された形式で、新長期規制に対応している。前述のように、新規に尿素。 SCR システムを採用するなどした結果、基準値に対し窒素酸化物、粒子状物質の10%減を達成した。また、平成27年燃費基準も達成しており、識別記号が BKG- となったが、これは国内のディーゼルバスでは初である。エンジンは 6M70 エンジンを搭載しており、出力は 309kW あるいは257。 キロワットである。トランスミッションは 6MT のみである。車体は引き続き三菱不走バス製造性である。同年10月には高速路線仕様のハイウェイライナー及び空港路線仕様のエアポートライナーが追加設定された。形式は BKGMS96JP で日産ディーゼルへの OEM 供給車は BKGAS96JP となる。 エアロクイン LKGMS96VP、ホロトラ建設工業2010年9月1日より発売。今回は主に平成21年度、排出ガス規制の適合が主に置かれた大規模マイナーチェンジで、今回のモデルでエンジンが変更となり大型トラックである三菱不走スーパーグレートと共通の新エンジン 6R10 に変更された。出力は、 BKG- マイナス車と同様の 309kW あるいは 257kW である。また排気ガス号処理装置も全面変更されこれまでの UD トラックス製御要素 SCR システムからダイムラー製、ブルーテックシステムに変更された。その他の改良面としてはサービスボックスの容量拡大や それに伴いその形状を見直して最前列の足元空間の余裕拡大を実現した他従来オプション設定だった運転注意力モニターが標準装備となるなどかなり大幅な改良となっているホイールベースは従来車より 95mm 延長されリアオーバーハングが短縮され従来の V8 搭載車のそれに近くなっているまたラジエーターは ベルト駆動から、日の、セレガと同様の油圧による、シャフト駆動に変更され、ラジエーター位置も、後方から見て右側から左側に変更され、左側のルーバーの直後に、ラジエーターが配置され、エンジンルームの速報のルーバーも、左右両方に設けられている。さらには、リアボンネットに、ブルーテックの、ロゴシールが貼り付けられている。これが、BKG。 マイナス車との区別ができる識別点となっている。また、新排出ガス規制対応による重量増に対しては、ハイデッカーの一部車種に軽量サスを設定し、従来車と同等の乗車定員を確保している。最大トルク、出力とも、旧来の 6M70 型と同じであるが、最高出力の発生回転数は 2000rpm から 1800rpm になり、 実用域でのトルク特性も若干向上したほか、静粛性も一段と向上している。なお、今回から、空調システムは、直結式、サブエンジン式とも伝送性に一本化されており、UD トラックスへの供給者は、LKG MS96VP となる。エアロクイン QRG MS96VP、アバシリバス2012年4月より発売。 新エコカー減税対応により排出ガス規制記号を変更。2012年7月同月に施行された国際連合欧州経済委員会が定める国際基準に準じた安全規制に適合させたほかブレーキオーバーライドシステムやサイドビューカメラを全車に標準装備し安全性の向上を図っている。エンジンは LKG- 車と同様の 6R10 型を継続搭載しているが、21年度、低排出ガスへの適合によって、規制記号は q r g に変更された。また、サブエンジン式エアコンは廃止され、新開発の床下設置型の直結式エアコンに置き換えられている。ただし、エアロエースには、従来の天井設置型の直結エアコンが、 オプション設定されている。また、客席の冷風吹き出し口の風量ダイヤル表示が、初期の楕円と四角から、矢印と×に改められた。2013年1月15日には、衝突軽減安全ブレーキ、ディスタンスウォーニング、ASR を標準装備とする、マイナーチェンジを実施した。マイナーチェンジ以前にもこれらをオプション装備した車両もあるが、 今回のマイナーチェンジによってバンパー中央の開口部の形状が丸型から角型に変更されたため見分けは容易である。標準装備されたプラズマクラスター用に発生装置本子海峡バス車内2014年9月12日にマイナーチェンジを実施。6R10 エンジンに搭載されるターボチャージャーにはダイムラーグループで多く採用されている。 アシンメトリックターボチャージャーを採用した他、エコ、ドライブモード、プラズマクラスタイオン発生装置、抗菌シート生地を標準採用した。また、室内灯と路肩灯も LED を採用し、後部ガラスもポリカーボネート製に変更された。エアロクイーンとエアロエースのフロント比較2015年4月登録部により、QTGMS96VP へと、 排ガス規制記号が変更され、燃費基準の向上はしているものの、車線逸脱警報装置の保安基準の適合前なので、燃費基準ステッカーのみでの識別となる。2015年7月発売モデルより、車線逸脱警報警報装置の保安基準に適合し、フロントダッシュボード上にある白線認識カメラの形状が正方形型から長方形型になっている。 エンジン点検口部分へ、平成27年度、燃費基準プラス15%達成を示す、ステッカーがあれば当該モデルと識別可能。前期型エアロックインシフトパイロットセレクター2017年5月15日、発表。ポストポスト新長期規制適合となり、排出ガス記号が変更となった。エンジンが13リットル級の 6R10 から7.7リットル。 ミステージターボの 6S10 へ同時に組み合わされるトランスミッションがフィンガーシフト式 6MT からシフトパイロットと呼称する発足 AMT に標準装備またはオプション設定されるリターダは永久磁石式から流体式に変更されているまたシフトレバーがインパネからコラム左側へ変更となりワイパーレバーをウインカーレバーと統合した またレバー併設ハザードスイッチが道路運送車両法改正により認可されなくなり、ハザードボタンをインパネに新設している。空調システムは直結式だが、熱交換器はエアロエースが全車天井設置となり、床下設置はエアロクイーンのみとなった。外観上ではサイドウィンドウの前方下部に不層エアロのエンブレムが施され、リアウィンドウに上位グレードには、 LED シグネチャーライトが標準装備となったほか、アドブルータンクが左リアオーバーハングから左後輪前に移設、エンジンルームのルーバーが再び車両右側の片側側側面のみとなっている。室内は日のセレガと同様、通路と客席の間がフルフラット化され、段差が解消されたことに伴い、トランクルームの容量が増大している。ホイールベースは、 MS96V 系の 6095mm から、再び 6000mm に戻り、リアオーバーハングが少し長くなっている。運転席周りは、ステアリングホイールや、メータークラスターが同日発表の大型トラック、スーパーグレートと同様の新しいものに置き換えられた、ほか、衝突安全ブレーキ等の機能も強化され、安全性を大きく向上させている。エンジンは、 従来、標準出力と高出力の2種類があったが、今回の新型エンジン搭載と発足、AMT 搭載によりその中間出力である 280kW、381に一本化された。新型消排器量エンジンと AMT とのマッチングにより、ドライバビリティや燃費も格段に向上している。さらにエンジンの軽量化により、車両重量も軽減され、 エアロエースでは、定員像が可能になり、一部グレードでは62人の乗車定員を実現しているほか、全車リアサスペンションにワイドサスの搭載も可能になり、乗客の快適性も大きく向上した。この台から形式が、従前の MS96VP から MS06GP へ変更されている。二千十八年九月十七日、エレベータ搭載モデルを、 エアロエースに追加した。車両メーカー純正でのエレベータの仮装は初であり、車椅子の乗降時間短縮、天候に左右されず、車椅子の乗り降りを可能とした。後期計2019年4月発売開始。変更点は、衝突被害軽減ブレーキの性能強化、フロントデザインの変更及びフロントヘッドライトへの LED 灯を採用、ドライバー以上自体用システムの装備など。 韓国の現代自動車は三菱事故と業務提携していたことから2009年までエアロバスをエアロエクスプレスエアロスペースシリーズの名称でライセンス生産していたボディスタイルも三菱と同時期にフルモデルチェンジされ全面2枚ガラスや直結エアコンを特徴としたエンジンは 以前から直列6気筒、インタークーラー付きターボチャージャーを搭載しているようで、日本より先進的であった。ただし、廉価版の車種では、日本向けにない 6D22 型自然吸気、エンジン、リーフサス仕様のものが存在するなど、一部に、コストダウンの影響も垣間見えた。トルコでも、テムサ社において、 三菱からの技術提供で1987年からエアロバスの現地生産が行われている。中国ではコピーされた類似車が多数製造されており、イスズ自動車の中国現地法人だった甲州イスズでも初期は甲州ガーラではなく部品現地調達の必要性で LT ベースにエアロバスに類似したボディを仮装していた。大型観光バス。 エアロシリーズを15年ぶりにフルモデルチェンジし、新型エアロクイーンに加え、新ブランドエアロエースを投入し新発売から最高レベルの環境性能と経済性を達成し、大型バスとしては初めて BKG- マイナスを取得三菱不装トラックバスプレスリリース2018年6月5日、閲覧、プレスリリース、プレスリリース、大型観光バス新型エアロクイーンと、 新型、エアロエースを、安全性を強化し、発売、三菱不走トラックバス、http コロンスラッシュス <www. S 2> ラッシュ w w w m i t s u b i s h i f u s o c o m スラッシュ jp スラッシュニューススラッシュニュースコンテント、12618 12、12618html。大型観光バス新型、エアロクイーンと、新型。 エアロエースに、衝突被害軽減ブレーキを標準搭載し、発売、三菱不そトラックバス、http コロンスラッシュスラッシュ www.mit-subishi-fuso.com スラッシュ jp スラッシュニューススラッシュニュースコンテント、十二万千二百十一十二万千二百十一 html ハット、大型観光バス、エアロクイーンと、1. エアロエースを新発売。三菱不走トラック、http コロンスラッシュスラッシュ www.mit-subishi-fuso.com スラッシュ jp スラッシュニューススラッシュニュースコンテント、14912、14912、HTML 国内大型観光バス発の発足、AMT を全社に搭載した、新型、 エアロクイーンとエアロエースを発表三菱不桑トラックバスプレスリリース2018年6月5日閲覧三菱不桑エアロクイーンエアロエース改良新型楽でシンプル競合セレガとの違いレスポンス13時6分更新2018年6月5日閲覧大型観光バスエアロエースエレベーター付きバスを発売 www.mit-subishi-fuso.com2018 年9月28日閲覧 https://www.mit-subishi-fuso.com コロンススララッッシシュュスラッシュコンテントスラッシュ不相スラッシュ jp スラッシュニューススラッシュニュース2019 2019221HTML ハットバスマガジン28号 P104 東アジアのバス事情ありがとうございます